政治と金、えらい迷惑じゃないですか。政治と金、広島と言われたら、朝地区と言われたら、皆さんは被害者じゃないですか。金をもらってもいない、配ってもいない、3000万円が100人もの地方議員を通じて、一体どんな選挙が行われたんですか。国会議員でいた2年間支払われた5000万円の給料も皆さんの税金じゃないですか。選挙の時1億5000万円自民党から河井案里さんの選対事務所に配られたお金も大半が皆さんの税金じゃないですか。なんで皆様方の税金を払って皆様方が被害者なのに、まるで広島は政治と金に汚いという報道がされることに対してどうかおかしいと、この選挙では声を上げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。まっとうな政治やりましょうよ。まっとうな政治を行うのが宮口春子だと確信を持って私は言えます。3人の子供を育ててきました。長男の障害とも向き合ってきました。自分一人でフリーランスで仕事をしていることによって、不安定雇用のその不安とも向き合ってきました。ご高齢の両親の介護の問題にも真正面から向き合ってきました。だから皆さんと同じ痛みが、皆さんと同じ不安が誰よりも分かる候補者です。感染症の最中、今まさに頑張っている人たちが本当に底が抜けそうになっている。命を、暮らしを、生活を、子どもたちをどうやって守っていくか、まさに問われている時だからこそ、女なら誰でもいいってわけじゃないこと、皆さん分かったんじゃないですか。私も辻元さんも、国会議員は与野党を問わず女性議員を増やしたいという思いは変わりません。でも女なら誰でもいいわけじゃなかった。それは真っ当な人を選んで、そして初めて女性議員が増えて、誰よりも女性の思いに寄り添える政策を実現していくことができるということを、どうか皆さんに明日の夜証明をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。年末に感染の波がどんどん拡大しているのに、緊急事態宣言を行いないで GoTo トラベル、そして GoTo イート、感染がどんどん拡大してようやく宣言に追い込まれても、あの時も延長を重ねて1月からの緊急事態宣言は2ヶ月でした。今回なんで2週間なんですか。本当に2週間で収まるんですか。私たちだって抑えたい、私たちだって封じ込めたい。でも菅総理も安倍前総理も、我々が去年の3月からずっと訴えている検査の徹底、早期発見、早期隔離、早期入院、全く聞いてくれない。広島がまさにモデルケースじゃないですか。広島市内、福山市内では薬局で無料の PCR 検査、検査を徹底して封じ込める成功している広島モデルをぜひ国でやる、そんな当たり前のことを国会に持っていけるのは宮口春子さんだと改めて思いますが、いかがでしょうか。広島で4月の12日から始まったワクチン接種、ご高齢者の人、今打ち終わった2回目打ち終わった人はまだ2万人しかいません。広島はご高齢者が80万人いるんです。いつ打ち終わるんですか。280万人の広島県民、ワクチンいつ打ち終わるんですか。国会で何度問うても菅総理は詳細については答えを控える、最も控えちゃいけない時じゃないですか。いつワクチンが打ち終わって、いつみんなが安心をして発症しても重症化を抑え込むことができるか、その計画を明らかにして情報公開をして皆さんに納得をしてもらえるのが、まさに政治の責任だと私たちはお訴えしますが、いかがでしょうか。どうか感染症対策に私たちは対案がある、法案がある、考え方がある、政治と金論外だ、終わらせましょう。そのための声を唯一上げていただけるのが県民の皆さんで、朝地区に住んでる皆さんだからこそ、その矜持をぜひ明日の夜、結果を花開かせるために
動いていただきたいということを強く心からお願いを申し上げ、蓮舫からの訴えに返させていただきます。どうか宮口春子、最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。